はい、皆さん、こんにちは。ワンダーレビューです。本日は、こちら。もう結構ずっと気に入って使っている α7C の話をしたいと思います。約このカメラ2年間使ったんですけども、このカメラでいいなって思う、今でもいいなって思うこと4点。あとですね、今、こういろいろカメラが出てきているので、その中で、 こうちょっと物足りないなというところを7点話していきたいと思います。で、この7点に関しては購入時全く思わなかったことも含まれています。今、どん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 新しいカメラが出てきて、特に今、α の6700が出て、本当にもう α7C よりも優れたところがいっぱいあるというような状況で、周りの新製品を見ていて、ああ、これ物足りないなと思っていることを7つ挙げています。で、おそらくこの α7C のえー、次のモデル C2 だとかあと噂だと C の R とかっていうのも出るって噂も出てきてますけど C2 というのがおそらく今年の23年の10月の27かなと思ってるんですけどそれぐらいに発売されると思うのでまあそこに向けても早くこう今 7C を持っていてこれであ次気になるなっていうところも踏まえてまあ今のタイミングだからこそ話せることっていうのを話していこうかなと思います。 で私自身なんですけども全然カメラだとかのプロではなくて、えー、全然アマチュアハイアマチュアですカメラ自身はそれこそこうインスタントカメラ映るんですだとか。 インスタントカメラ、そしてフィルムのカメラと、もう20年以上カメラをいろいろ使ってきました。アウトドアのタフネスカメラみたいなものを使っていたこともあります。あと動画に関しては、やはりハンディカムというのが、こう、今までずっと動画で主流だったので、それのかなり古い機種から使っていたという経験になります。で撮影自体もですね、本当にマニュアルでバシバシって撮るっていうよりは、まあ、たまーにマニュアル、それよりは、えー、絞り優先だとか、シャッター速度優先。 がで撮るのがほとんどですし、まあ、もちろんこうフロートで撮るっていうことも本当に多くありますそれぐらいまあかなりライトに楽しんでますがカメラビデオですねこう写真のカメラビデオカメラというのはかなり深くまあ好きな部類なのかなと思いますで各種レビューを上げているんですけどもレビューでは特に商品のこう企画者企画した人が何を考えているのかなあと特に 個人的には設計者がどういうことを考えてその機能を作り込んだりそういう機能を実現したのかっていうのをすごく考えるようにしています。で特にコンセプトなり作る時点で実現したかったこと、けどこう満足にでききれなかったところっていうのが製品で結構あるなと思っていてそこら辺も私自身、企業で働く者としてぐーっとかなり鋭く見つめていっていろんなレビューをしていこうと思ってます。まあ、ちょっと趣味 に関連することいろいろバラバラ上げていくのでカメラだけっていうチャンネルではないんですけどももしよろしければチャンネルの方登録いただけるとありがたいですそれでは本日も動画の方をお楽しみくださいどうぞまずですねカメラの、えー、利用シーンなんですけども 個人的には当然そのファミリーだとかなんかイベントで写真撮る動画撮るっていうのがありますが、まあ、写真動画で使ってます。で、あとですね、えー、特にロードバイク自転車に乗るときにカメラ持ち歩いてます。なので、えー、自転車で乗るアウトドアで使うっていうのが一個大きな用途になります。あともう一つは結構今でもリモート勤務在宅勤務というのがあるのでズーム利用、この 結構いいカメラをウェブカメラとして利用するという利用シーンがすごく多くてこれがすごく回数多いので出番としても多いのかなと思ってますなのでこうアウトドアで使うというのと家で在宅勤務リモート会議 Zoom で利用するというまあその2つの利用シーンが考えられるかなと思ってますえー、それではここから本編になりますよかったな気に入ったなと思っている点 4つを紹介していこうと思います。まず1つ目。こちらはもう間違いなく大きさ、重さです。サイクリングで使っているので、とりあえず荷物を軽くしたい、小さくまとめたい。そして特にこの大きなカメラで撮るとき、ジンバルが基本的に必要になるので、動画撮るようにジンバルとこのカメラを入れて持ち歩くって結構大変なので、本当にもう大きさ、重さっていうのは、今でもものすごく優れてるなと思いますし、非常に気に入っている点になります。2点目です。 こちらの方はセンサーサイズです。もともと APS-C のサイズ、動画はもう APS-C のサイズでいいだろうと思って考えたんですけども、やはりこのフルサイズのカメラを使ってみると、カメラのボケ感っていうのと、まあ、ボケるので映像がすごく綺麗に見えるというのと、あと、 えー、明るいっていうのは本当にま室内でこう、先ほども言いましたけど、ズームとかで使うだとか、室内でこう、ファット撮る、ウェブカメラ利用するっていうの、昔こう、一眼で室内で写真を撮るだけっていうのも結構大変だったのに、本当にフルサイズで明るいレンズっていうのはメリットがあるなと感じてます。続いて3点目です。 これ3点目、α7c、やっぱりファインダーです。ファインダーがないブログキャムだとか、あと動画専用機って出てきてますけど、やっぱり写真も楽しみたいなり、今まで写真を撮ってきた身からすると、やっぱりファインダーがあるっていうのはすごく大事で、写真撮るとき、ファインダー見ながらこう構図見定めて、で、こう撮る画角と同じように、こうファインダー見て、で、パシッと、その瞬間瞬間っていうのをこう切り取るっていうのは、ファインダーがないとなかなかモニターを こう見ながらっていうのは、個人的にはやっぱり難しくて、このファインダーがあって、いろいろ設定値をちゃんと間違えないように、ファインダー経由で見たり、あと、ピントがちゃんと合ってるかっていうのを確認する、ファインダーがあるっていうのは、この α7C、本当に、えー、まあ、必須機能、すごくいいな、カメラならではだと思ってます。4点目です。 これ出た当初は結構売りにしてたんですけども、今はもう一般的になっているバリアングルです。これバリアングルがなかったら本当に利用するの。こうチルト画面だとか、ちょっとこう前に見えるっていうのありましたけど、いろいろ動画でこうカメラを下に、こう、かなり下の位置で撮ったりだとか。 こうカメラのモニターっていうのがいろんな角度に曲げられてどっからでも確認できるっていうのは本当に必須機能なのでまあ今後ほぼほとんどの機種が受けてくると思いますがバリアングルのモニターっていうのは本当に気に入っている点になりますではここから結構メイン って言っても過言ではない物足りない点っていうのを7つ紹介していこうと思います。はじめも言いましたけど、こちら、発売当初、購入当初は特に思っていなかったことも多く含まれます。いろんな最新機種を見ていて、今この欲しいな、今ここが物足りないなと感じてしまっていることに対して話していきたいと思います。まず1点目です。1点目は、手持ちで動画撮影ができないということです。今どんどん強い手ブレ補正出てきているので、α7C こう手持ちで動画を撮るっていうのが非常に難しいです。なので、やはりここ強い手ブレ補正がどんどん出てきているので、ぜひ強い手ブレ補正っていうのはカメラ本体で実現できると非常にもっと利用のシーンも増えるのかなと思ってます。2点目です。4K で動画を撮ることが結構増えてきています。実際編集するときはフルハイビジョンだとかに落とすのがほとんどなんですけども、4K でやっぱり撮れてるっていうと、後で こうデジタル処理でクロップすることも容易ですし、やっぱり 4K で撮れてるという安心感が大きいと思います。その時に今 30p、30フレームまでしか対応していないので、こちらやっぱり60まで対応してほしいですで。今の大体のカメラ、4K の 60p まで来てるので、60フレーム対応まであると、本当にこの 7C も良いなと思います。3点目です。 7C のこの静止画写真の時と動画の時の操作性です。今こう上部のダイヤルで写真と動画でこういろいろモード変えれるんですけど動画の時に包括優先だとかシャッタースピード優先とかってした時に、えー、基本的に画面で操作するっていうのが 普通の操作になります。画面でそういう設定値を変える。これやっぱりボタンだとかですすっとやりたいです。でその時に最近のカメラだと動画モード、写真モードでさらに上のダイヤルと2つまあ独立してかなり操作しやすくなっているので動画をよく撮る人にとっては本当に設定もカメラ本体のボタンでささっと変えれるので非常に便利だし今後必須になる機能かなと思ってます。続いて4点目です。4点目はこちら。 フォーカスの性能です。今の α7C フォーカス、全く不満ないんですけど、やはりこちらも最近出ている AI、予想の入った AI のフォーカス、AI リアルタイムトラッキング。こちらの方すごくいいなと思います。こうパッと後ろ。 後ろ向いて、もうおそらくそこに人がいるっていうのを覚えていて、で、またこう前に戻った時に、目にトラッキングが戻るっていう、フォーカスが戻るっていう、これ結構動画で一回フォーカスを失って、また戻ってっていうことが結構頻繁すると、すごく見づらい動画になるので、何気に何度も撮り直して、撮り直した動画を使っているというケースが多くあります。 このように、こう、フォーカスが迷うことなく、ちょっと我慢してくれてなり、予想してっていう AI のこう追従のフォーカスというのは非常に魅力的だなと思ってます。続いて5点目です。5点目は、美肌補正なんですね。こちら。 もう勝手にカメラが美肌の補正してくれるならば、本当にまあパッと補正しといてもらった方が楽だなと思っています。実はオープニング撮ってた v ド o g c a m の方は美肌補正が入っていたので、やはりこう顔の感じというのが少し違うと思います。で、今 α7C はですね、この美肌補正が入ってないです。 で結構最近の機種は全部入ってるなというのを確認しているのでメインでカメラの特徴とかにはもう載ってない機能なんですけども大昔あって一回なくなってまた戻ってきたような機能なんですがこう動画だとかウェブカメラ利用を考えるとこの美肌補正、まあ、取っ手出しで美肌効果が。 美肌補正が入っているというのは本当に必要な機能かなと思っています。特に私みたいにこうズームで利用しているだとかウェブカメラのように利用したいという人、そういう美肌補正の機能が非常に便利だなと思っています。続いて6点目です。USB の UVC っていうんですけれども、USB のウェブカメラのように、この一眼レフのカメラ、こちらも途中でファームウェアがバージョンアップして対応したのに、かなりタイムラグがあるんですよね。で、このタイムラグがあるので、 えー、普段は使ってませんただ、ウェブカメラ、ウェブ会議でこのカメラ使ってますので、その時どうしてるかっていうと、こういうキャプチャーカードというのを使ってます。HDMI で画像を出力させて、キャプチャーカードを経由してパソコンに入れてます。こちらの方が遅延、画像と音声の遅延だとかがなくて、やはりスムーズなんですよね。せっかくカカメラ本体だけででこういういキャャプチャーカードなしで ウェブカメラの利用ができるようになったのに、まあ、少しこのもうちょっと高速にして処理を高速にしてほしいなと思います123はいっていうのでどれぐらいこう反応速度が違うのかっていうのを少し見てみたいと思います本体とキャプチャーカード同時に撮ってます123はい123はい123はいこの遅延がやっぱり気になるのでまだ遅延の少ないキャプチャーカードを利用してます 1,2,3, はい。1,2,3, はい。1,2,3, はい。結構やっぱり遅延がすごくこう口の動きからずれてるので、ズームっていうこういうウェブ会議でただでさえ遅延がありそうなのに、もう自分の環境でこんだけ遅延があるっていうのはちょっとまずいので、えー、この機能は利用できてないという状況になります。あと最後、えー、7点目。 こちらは、今の機種どうなってるかわかんないんですけど、個人的にはアプリとの通信速度なんですね。iPhone でこう、画面確認しながら動画を撮影するということもあります。あと、録画開始停止。 をでリモ,ートのリモコンとして使うこ,ともありますこの時に結構画像の転送が止まったりカクカクすることがあるのでなかなか無線の規格上は早いものが入っていると思うんですけどもこのアプリの応答性能なりスムーズさっていうのは可能ならば、えー、改善してもらいたいなと思ってます。こちらが最後の今現時点の不満点になります。 はい。本日の動画いかがだったでしょうか今でも本当に満足してるなーっていうポイント4点。あと物足りないなーって思っているポイント7点を 話しましまたで。特にこの物足りないなと思っている7点に関しては初めの5点目ぐらいまでは、えー、おそらく次の α7C2 で入ってくる機能だと思いますもうすでに他の機能で実装されているので,でそれ以外の、えー、USB のウェブカメラ利用の時に少しこう遅延があるとかあと w i f i の速度このアプリとの通信の速度というのは、まあ、実際実機が出てきてからどういうものかこう確認してみたいなと思う項目ではあります はい、えー、いかがだったでしょうか、この α7C、今から買う人というのはほとんどいないと思いますし、ほ、まあ、他のカメラも見てみればっていう、多分コメント、アドバイス、私からのこう感想になるんですけども、今、α7C を持っているとか、α7C2 を考えているという人には、少しでも有用な情報なり内容が提供できているのかなと思います。 初めも見ましたがカメラのコンテンツだけではないですがもしこの動画良かったなと思う人は当然この動画にも高評価そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれではまた次の動画でお会いしましょうじゃあねバイバイ